見通しの悪い道で車と正面衝突した当時9歳の少年はジュゴンさんです。お心当たりある方はコメントへどうぞ。来週の月曜日に登場するもう一つのガチャ、エピックナショナルセレクションイングランドを見ていきます。付属のハイライトはこんなメンバーを。もう一つのガチャすでに紹介したのでぜひ確認。こんな感じで紹介やってるのでぜひチャンネル登録高評価忘れることなくお願いします。一つ前、来週の月曜日に同時搭載されるショータイムの動画でこの選手たち紹介したんですけど、この選手たちはこのタイミングで始めた方の無料選手みたいです。こんな感じでログインするたびに選手がもらえるみたいなので、最近始めた方はぜひチェックしてみてください。私もアカウントまたダウンロードし直してもらえたら選手紹介しようかな。そして B 固定はこの選手たちプラスジェラードがいきます。まずはベッカムは安定のクローサーだね。このシルエットはワールドカップ2002年だね。まあいつも通りのベッカムで、プレースキックカーブすでにカンストするような数値、相変わらずスキルは合ってるのか分かりませんが、あ、スルーパスついたんかな、どうなんでしょう。そしてランパードはボックスというボックス、今まで2列目でしたよね。また新たなパターンで面白いかもしれませんね。こちらはパスがすごい能力伸びてます。ジェラードはボックスというボックス、前回は DMF 版で守備かなりね強化されていたバージョンですが、まあ皆さんが知っている従来のジェラードはまあこんなキック力高いバージョンよね。まああのバージョンも結構強かったですが、さあ今回どうなるんでしょうか。ワンパスルパはないようです。まあ、そんな付属ハイライトを今回チェックしていきます。レベル上限リークされてないので実際のものは月曜日にチェックしてほしいんですが、今回期待値ランキングで紹介していきます。パックも含めてこれで結構な選手揃うよね。イングランドスカッドがね簡単に作れそうです。では早速ランキング第8位は今回唯一の初搭載コンサですね。183センチのオーバーラップ持ち、意外と能力悪くなくてディフェンスセンスは今回96まで伸ばせてトップ強化になってるし、スピードあってスタミナもある程度あって、ジャンプの数値高いんで183センチ、高さもカバーしてくれそうだ。意外と足元の能力もあるんだよね。右サイドバックもこなせるんで、オーバーラップが苦手すぎて無理っていう方も逃げる道があるからいいよね。ちなみにスキルは4つ、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、ヤバト、完璧な4つです。4つ選べと言われたらうんこれ選ぶよね。何個かつけてもいいかもしれません。さあ続いて第7位もセンターバック、こちらもオーバーラップ持ちですね。ただこちらはサイドに逃げれません。本適性つけましょう。ジャンプ、フィジカルとかもしっかりやってスピードも同じぐらいあるという、特にアグレッシブネスは97まで伸ばせます。身長は先ほどのコンサと同じぐらいの182センチ。スキルで言うとコンサよりもちょっと数は多いかな。ブロッカーがないのでそれだけつければ良すぎるね。ゲイはなんかの付属できてます。トップ強化さなので上限に、これを超えるかっていうのがポイントになりそう。もし上限が同じ22ならディフェンスセンスの方がいいかなと思うんで前回で OK。 そして第6位はアイバントニー、身長は180センチくらいしかないんですけど、ターゲットマンがついてんだよね。このタイプとしては珍しいプレイスタイルだよね。ちなみに ST も空いてるのでターゲットマンを外すことが初期から叶います。なかなかこういう選手いませんよ。特徴としてはジャンプが91、まあ、身長カバーできる空中戦の強みを持っているジャンプ、ここが強みかな。あとはまあこのプレイスタイルとしてはスピードが意外とあるよねっていうところ、オフェンスセンスも91としっかりと高くできます、うん、好み合えばというタイプだね。トニーはスキルはちょっと課題かな。ワンタッチシュートは最低限あるんですが、ダブルタッチやワンパスルパ、ミドルシュート、コンカ、アウトスピン、いずれもありません。トニーは前回リーグガチャできてます。ボックスストライカーバージョン、ワンタッチパス持ってんのかな。プレイスタイルの好みでいいと思いますが、ベース能力分かってるんで、まあ、しっかりと上限を上回れば今回の方が強みあるかな。中間 FP が2種類、それぞれスキルの違いとか書いておこうと思いますが、ボックスストライカータイプなので、まあ、プレイスタイルの好みで選ぶ形でいいでしょう。そして第5位はゴールキーパーランズデール。イングランド絡みだといつもピックフォードが出てくることが多かったんで、あ今回ランズデールなんだって思いました。188センチの攻撃的 GK、 なかなか習慣とかもねチャンス少なかったと思うんで、こういうとこでしっかり手に入るのはいいね。 GK 数値もしっかりと25上限ぐらいであれば、 GK センス、コラプシング、ディフレクティング、大事なところが90超えつつ、他の数値も80は超えてくるようなしっかりとした能力、ジャンプ90も魅力あると思います。そして最低限の低弾道パント、ランズデール過去との比較、アーセナルパックの完全上位互換、しっかりと上限超えてくればもう乗り換えしかありません。例えば古いバージョン見ていくと、古いアーセナルパックはトップ強化さ、今回コラプシングがすごく伸びてるので、まあ、上限次第ではあるけどしっかり乗り換えコースになりそう。懐かしのダービーウカッチャはしっかりと今回の方がベース能力高いので、まあ、乗り換えコースかな。そして第4位はトリピア。こういうタイプの選手は、まあ、ガンガン上げる攻撃的サイドバックか、もう本当サイドハーフで起用するか、そんなところだよね。4バックのサイドバックだとやっぱ守備面の負担が増えてしまってちょっと苦しいバックになっちゃう。今回フライパスは90まで伸ばせますし、しっかりとしたクロスなんかも供給できそう。オフェンスセンスが今回トップ強化で、かなり攻撃に全振りしてくれというようなトップ強化なので、まあ、そんなところを意識して育成するといいでしょう。もし守備的に運用する目的で守備極振りしてもいいんだけど、あまり数値が乗ってこないんだよな。
もしあれなら守備系とエアバトフラズの攻撃曲ぶりの方がいいかもしれないね。パス系が結構優秀かな。ピンポイントクロス、低弾ドロブなんかは持ってるんですが、逃走シーン以外ちょっと寂しいんだよね。あれば嬉しいけど、なくても最悪いいみたいなスキルがちょっと多めになっているんで、まあ守備系もパス系もシュート系も絶対的なスキル5つガッツリいきたいね。両サイドバックこなせるのは魅力。トリピアで言うと、まずは付属ハイライト、ヘディングがマイナス17と大きく下がってますが、ベース能力でしっかりと勝ってるとこ多いし、31上限、まあその辺になれば乗り換えコース。ヘディングマイナス22はありますが、まあ、スキルしっかりとつけたいものをつけられる利点と、左サイドバックができるようになってるんで、まあ、そこに強みを感じたら乗り換えだね。一応過去のショータイムはエッジクロス持ちでしたが、能力ならエッジクロス結構超えそうだけどね。そして第3位はメイヌー。メイヌーは実際にプレイ見るとちょっと欲しくなりました。バランス型のボックスというボックス、足高いで 175cm だね。まあ、PG はちょっと低めだけど、結構いろんな数値で85超えとかもできるし、特に足元の能力をしっかりと伸ばしてあげると90超えの数値なんかも叶います。攻守にわたって活躍できる能力が魅力だね。補金のアップデートで5つの追加されて、今回ワンパーマンマークをしっかりと手にし、闘争心もついた。まだまだ足りないスキルは何個かありますけど、まあアウスピ時代よりはね、確実に進化してるのでこれはいい。とりあえずスルーパス、ミドルシュート、ワンタッチシュート、あとは守備系しっかりとつけてフル装備でいきましょう。過去との比較はポイント交換所に出てたもの、スキルの違いはアウトスピン以外が追加、エース能力も勝ってるし、上限前回35、32とか33とかあればスキルも込みで余裕で乗り換え、まあ、スキル込みで考えたら少々能力低くても乗り換えコースでいいでしょう。そして第2位はカイル・ウォーカー。この選手の育成迷うな。183cm で、まあ、守備に尖らせると結構能力高くできるんだけど、まあ、ディフェンスセンス、ボール出しとかそんな高くないんだよね。皆様こういう選手どう育成しますか？脚力振りすぎるとスピードがカンストしてしまってもったいないので、ちょっと下げて7振りぐらいにしました。その分瞬発も上げて、しっかりと足の速さで負けないウォーカーを作り、エアバトもちょっと多めに振りましたね。12振り、まあ、ディフェンスももうちょっと多めに振りたかったので、うん、こっちでもいいかな。その辺はお好みで、まあ、攻撃参加させるなら足元とかにも振ってもいいかもしれません。ウォーカースキルで言うと、マークインターセプト、この辺は持ってるし、まあ、とりあえず守備系でないところをつけていきたい。ブロッカーやバトだね。あとは闘争心がないのでつけておきないのと、まあ、スルーパスとかピンポイントクロスとか、その辺の攻撃面はお好みで。付属ハイライトは結構前のバージョン強かったね。これは結構上限も高いし、乗り換えなしになりそうかな。現在復刻されている週刊 FP はハードプレスでした。まあ、自分好みにできる点とスキル追加できるところ、拡張性考えたら乗り換えなんだけど、まあ、センターバックマンはセンターバックでなかなか強みはあったよね。そして今回の第1位はデクラン・ライス。ボックス2ボックスですけど、185cm。まあ、しっかりと守備を極振りすると、守備的な運用をできる選手として結構輝けると思うんだよね。まあ、ボックス2ボックスなので、ダブルボランチとかで組ませてみたいなことがいいかな。どっちか片方がしっかりとディフェンスラインの前ぐらいで残って入れるように、うまく活用したいですね。フィジカル90、スタミナ97。今回トップ強化は守備意識なんですけど、結構高いんだよな。早々と急振りするとカンストしてちょっともったいないかと思うんですが、他の数値もちょっと底上げしたかったんで多めには振りました。足元パスの完成度は言うまでもなく、中盤にサイズ感求めるならありですよね。一応センターバックも開けて CB 育成してもいいけど、まあ似たような育成にはなるよね。スキルで言うと、マンマーク、インターセプト、ブロッカーが最近のアップデートで確かついてます。ワンパスルパーがありません。つけましょう。あとエアバトだね。その3つつければとりあえず完成か。過去ライスとの比較、まずはパックですね。ほぼトップ強化さなので上限超えたら乗り換え、そんなイメージかな。同じくアーセナルパックは、ベースはやや今回の方が勝ってる部分多いね。スキルの違いも一応記載しておくので、まあ、期間も経ってるし乗り換えてもいいと思ったら乗り換えみたいなとこかな。そしてパスブースターのライスは、これ復刻されなかったんだっけ。これは極み切ったセットプレーの数値が魅力なので、まあ、残しといてほしいですが、まあ、スキル追加ね、ワンパスルパ持ってないのかいっていうところなんで、乗り換えてもいいかもしれません。そこ意識だね。はい、というようなラインナップ。ビーコテついでに、イングランドスカット作るのに便利なガチャです。ぜひ引いてください。今回以上です。ではまた。